悪魔め。転校デビューを果たした赤羽優の前に現れたのは黒悪魔こと黒崎春人と白王子こと白川匠。キズマークってやつ、なんであいつがこんな優しい音、幸せのはずなのに。同じ人好きになるなんて。私、黒崎くんの言いなりになんてならない。押してスタートボタン。本当の恋愛教えてあげる。白川くんに優しくされるとキュンとする。ラブストーリー史上最も優しい白王子が恋したのは。本気だよ。クロ、勝負しようよ。ライバルとも思われてないなんてムカつくんだよ。私絶対負けないし。黒崎くんの言いなりになんてならない。ずっと待つつもりだったけど、もう限界。